中で遊んでいました。カッパはお相撲が大好きです。行司は川太郎の仲良しの早子ちゃん、応援団長は早子ちゃんのお父さんの早吉さんです。お魚のお煮付けらしいですね。お隣の独り者はもう済んだらしい。次は新婚の夫婦、そこへ子だくさんのおかみさん。太郎のお家はこれからご飯です。川太郎の大嫌いな犬が。おや、嵐が来るらしい。何でも用心するに越したことはありません。みんなに知らせます。本当です。お魚の姿
とは見えません。喧嘩するのかな。カー太郎はすっかり悲しくなって家へ帰って行きます。お父さんは苦心して小さなお魚を捕まえ、カー太郎の帰りを待っていてくれました。すくと何でも食べ物に見えてくるものらしいですね。カッパも皆さんと変わりはありませんでした。私たちと変わりありませんでした。ちゃんはお腹がペコペコになって座っています。あ、トンボだってお腹の足しにはなります。
子ちゃんに食べさせてあげようと考えました。してうまい考えを出さないうちにこんなことになってしまいました。そこへ川太郎と早子ちゃんが帰ってきました。さあ、その石をのけに行こう。さあ、みんな行くぞ。Thank you.